おい、ヤト、何か話あんだろ。俺はノラと一緒に人を斬ってきた。ガキの頃から。昔だろ。ずっと続けてきた願いを受けて、ついこの間も幻滅したか。でももう嫌なんだ。もうああいうことしたくない。君はいい神になれるんじゃないかな。人を幸せにできるような。どうすればいい。俺もエビスみたいに。ノラ、やっとひどいよ。あのまま置いていっちゃうなんて。でも許してあげる。ちゃんとお仕事はしたものね。術師エビスを黄泉から救い出した。一つ聞きたい。エビスは親父の代わりに殺されたのか。今頃わかったの。天がしつこく術師のことを調べていてね、身代わりが必要だったの。エビスもあやかしを滑ることに興味を持っていたから、ちょうどよかったわ。トト様がちょっと背中を押しただけで天は動いてくれたし、術師は死んだってことになったし、ほんと大団円。やっと、もう帰りましょう。トト様が褒めてくれるわ。おい、ふざけんな。まだいたの。役立たずのくせにずいぶん出しゃばるのね。ねえ、人って死ぬときなんて泣くか知ってる？血の本当の色を知ってる？冷たくなっていく肉の匂いを、骨が砕ける音を知ってる？あなたに後の業は受け止められないわ。お前さ、ずっと変わんないよな。昔から誰が泣いても何を切ってもそうやっていつも笑ってた。でももう俺、お前とは笑えない。引き、これは俺の意志だ。今までありがとな、ヒーロー。嘘でしょ。だって私たちずっと一緒に。違う。俺はヤトだ。引き、お前を。